すごい、あの、のり巻きとかのお弁当なんですけど、すごい、なんて言うんだっけ、こういうのって。端いいよね。私、のり巻きの端好きなんです。いっぱい出てるから。うん、いちご、ありがとう。お茶もありがとう。5月11日クレミン2ショット残り7枚と6枚ありがとうございます。ちょっと行ってみようかなみたいなに思ってくださってる方、ぜひお待ちしてます。あ、 X 上がった、上がりました。 X 見てください。ハト率リプもよろしくお願いします。岸辺の少女を初めてしました。あれ難しいけど楽しかったです。本当にやばい花粉本当に花粉やばい。ピンチ、くるみちゃんピンチ。花粉症の人一緒に頑張ろうね。頑張ろうね。あるよね、なんかさ、鼻詰まりすぎて味しないとか。くるみ、味しなくなったことないんですよね。味しないってなったことないんですよ。味はするんです。だからまだ大丈夫。美味しく食べれてる。今日は。まやさんがね、シャッターチャンスの発売日で公園にいなくて、なんとくるみがまやさんの衣装を着させていただけて嬉しかったけど、大丈夫かなっていう不安。なんか1曲目頭曲のなんだっけ、髪飾り、髪飾りが本当は違うやつだったんですよ。で、なんか本当はな、そう、なんか修理とかに、なんかもっ、なんか、なんかまあ衣装さんの事情で別のやつをつけてたんですね。で、なんか普通にあの用意をしてたら、公園のあの衣装さんが、あのこっちつけてもいいよみたいに言ってくださって、それがいつもまやさんがつけてる髪飾りなんですけど、ちょっと違うんですよ。で、なんかあのつけていいよって言ってもらって、言ってもらったのでそっちに変えました。だからまやさんがいつもつけてる髪飾りを今日もつけた、私がもつけれたっていう。
しかもアンコールの衣装、私長袖初めてな気がするんですよね確か全部半袖だった気がする今まで。うん、初長袖でした。気づいてくれてる方がいる。うん、私から言ってる方もいるんですね。いいな、くるみはまだゲットしてなくて手元にないんですよね。あと2分。早く食べないと。そうだよね、今めっちゃ思ってた、飲み込まないとってうん、あと1分。あー、美味しかったですまだあるのでゆっくり食べますね。皆さん今日も公園来てくださってありがとうございました。見てくださってありがとうございました。明日は S 公園です。よろしくお願いします。 X も絶対見てください。ではでは、皆さん今日も一日お疲れ様でした。おやすみなさいちょっとだけだったけど、来てくれてありがとうございました。またねー。